両57型潜水艦は日本海軍の潜水艦の艦級、L3 型とも同型艦3隻 L2 型潜水艦の改良版で巨雷発射艦が 45cm から 53cm のものに変えられたほか両波成功上のため還元が高められるなど艦型に若干の変更が加えられたまた本型から軽チューブが装備されている 全部で3隻が1922年から翌年にかけて巡航した。第二次世界大戦時にはまだ収益していたが、老齢であったため予備艦として扱われ、主に練習潜水艦として活用された。戦争終結後の1945年及びその翌年に米軍によって処分された。1934年10月に地球物理学者の松山元則は、 海軍の旅57型潜水艦にベーニングマイネス型海上重力測定装置を搭載して、相模湾から日本海溝場を巨止上に航行し、釧路沖まで計29点の測定を実施、1935年10月に以降第24潜水艦で、相模湾より小笠原諸島まで計31点の重力測定を行い、得られた結果は、百三十六年に、 エディンバラで開催された国際測地学地球物理学連合第6回総会で報告され、松山らの日本海溝における負の重力以上の発見は国際的に高く評価された。旅57型潜水艦は同型艦3隻からなるため3隻で1個潜水隊を編成し、横賃の固有番号を与えられて第6潜水隊を編成した。 横須賀鎮守布石の旅57、旅58で編成。その後遅れて竣工した旅59を編入した。太平洋戦争では主に練習に使用された。昭和20年5月1日に解体された。ありがとうございます。